もうそろそろこの年になるとさ、いろいろ連なってくるよね。毎度ございます、こんにちは、こんばんは、アクタです、よろしくお願いします。ということでね、大好評のね、ダイエット企画をやっていこうかなと。健康診断までにね、ぶら下げ売り健康器具で懸垂3ヶ月ダイエットとかね、でそっからデブエットやってで、まあ今に落ち着いてるわけなんですけどもね、えぐいよ、もうえぐい、もうえぐえぐのえぐよ。この年になると運動できひん。まあ20歳そこそこやったらさ、まあ走ったり運動できるけど、もうそんな年違うもん。もう運動したくないもん、走りたくないもん。もうみんな楽して痩せたいって思ってますよね。やったらなんと僕がね、いつも週4週5で行ってる松本清さん、どえらいの置いてた。はい、こちらお腹の脂肪パックン、マジですかって。これマジですか？こう BMI が24以上30未満。ちなみに僕の BMI、去年のね、健康診断のね、僕の BMI が確か 25.7 だったんで、24以上あります。おいおいおい、これほんまに痩せんのか？すごないこれ。内臓脂肪も皮下脂肪も両方落としてくれんねんで。これ中どんなんか知らんからね。ちょっと開けてみよう。うわ、ちょっとパッケージかっこよくない？なんか海外の高級サプリみたいな感じ。まあこれ1日5粒目安で30日分1ヶ月分あるんですけど、ほんまに効果あんのか？ワイが身をもって検証したろ。ちょっと体重さっき久しぶりに測るか。ああ、でもそうでもないわ。あ、やっぱりや。すごいな、俺の。わかるかな？体重が 70.4。BMI さっき健康診断と同じや、 25.7、 体脂肪率 19.8、 内臓脂肪 9.5、 そして本日3月10日。ってことでね、ちょっと今からとりあえずこれ飲んでみよう。うん、こんな感じですね。なんかちょっとグレーっぽい、石っぽい感じ。匂いは無臭。本日1日目飲んでいきましょう。っていうことで、今日から始まりました。お腹の脂肪パックン。僕みたいな感じの体型の人、おそらくいると思うんですよ。男性でも女性でも。痩せたいなと思ってるけど、運動する時間ないとか、運動できひんとかいう人いると思うんで、こういう中年、仕事終わりでしんどいのに、そんなトレーニングやってる時間ないわ。やったら家でゆっくりしたいわ。仕事疲れてんねんっていう方も多いと思うんすよ。僕がこれでほんまに痩せたら、多分これ爆売れしますよ。今日初日なんで、初日に動画あげます。で明日からはもう毎晩寝る前に飲もうと思うんですけど、で1ヶ月後、 70.4、 BMI 25.7、 これが増えてたらもうこんなもん、もうパチモンや。もうこんなパチモンよ。これ劇的に減ってたらすごない？これダイエットとかもうせんし、運動とかしんどいし、絶対やらんし。はい。ってことで、1ヶ月後、これ皆さん覚えておいてください。この動画、1ヶ月忘れんといてくださいよ。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしね、この動画、これ気になるから絶対覚えとこうって思ったそこのあなた、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。言うて、イエス。アクでした。これさ、もう店内でずっとなんかこれの CM かなんかな、パックンパックンってずっとなんか流れてるから、もう買ってまえ思ってんの。買っちゃった。これでどうしよう。もう夏までに腹筋割れてたら、海行ってナンパしよう。